JOBBB425 動画で綴るよっちゃんのお料理コーナー。今週はスリランカ式チャーハンの作り方をご紹介いたします。お相手は私カメラマンバンバ鉄平とよっちゃんです。皆さん今週もよろしくお願いします。それでは調理人よっちゃん、まずは材料紹介からお願いします。はい、茶碗2杯分です。カシューナッツ 30g、 サラダ油小さじ1杯、温かいご飯 420g、 茶碗2杯分です。バター 10g、 サラダ油大さじ2杯、キャベツ細切り 150g、 人参細切り 50g、青ネギ 20g、 1センチ幅に切ってあります。卵2個、モルジブフィッシュ削り小さじ2杯、これはスリランカで買ってきました。鰹節で代用してください。黒胡椒少々、塩小さじ1/3杯、魚醤または醤油大さじ1杯です。それでは調理の方入っていきましょうか。はい、それではまずはモルジブフィッシュを削りたいと思います。ここに並んでますのがよっちゃんがスリランカで購入したモルジブフィッシュで 500g 700ルピー、日本円にして約560円いたしました。はい、で今回使用いたしますのがこの日本の鰹節削り器ですね。日本へ帰ってきまして、少し水洗いして軽く干しましたら、はいはい、ちょっとこう 白身が抜けました。あのこの2つが水洗ったやつで、残りがまだ洗ってないやつということですね。はい、そうです。もう全く鰹節の匂いがしております。ものすごい匂いしますよね。はい、ただあのこれ日本にはその辺では売っておりませんので、はい、普通の鰹節を使ってください。この辺がもう鰹節と同じですね。日本もうすでにこれ削った後ですね。はいはい、そうです。じゃあお願いします。はい、まあ、おそらく世界初ですね、モルジブフィッシュを日本の鰹節削り器で削る。現地の方がどうやって削ってるかは僕らは知りません。はい、どうですか削り心地は。あ、いいですね、ものすごくいいです。これ実はカンナを逆さにしてるんですよね、このこれはね削り器は。はい、こんな風になって。ほんまですね、面白いですね。じゃあ引き続き削っていきましょう。はい、今回使用するのは小さじ2杯程度ですので、まあこれぐらいですかね。カシューナッツ 30g を包丁で粗く刻んでください。はい、カシューナッツをフライパンで炒めます。はい、まずはサラダ油小さじ1杯です。フッ素樹脂加工のフライパンに油を流しまして、そしてフライパン温めます。ちょっと油を伸ばします。クッキングペーパーで油を伸ばしております。ちょっと火を弱火にしまして炒めます。カシューナッツが焦げないように炒めてください。あ、とってもいい香りがしてきました。うっすら焦げてますね。はい、できました。温かいご飯 420g にバター 10g を混ぜます。はい、しゃもじで切るようにしてご飯を混ぜてください。熱々のご飯なのでバターがよく溶けてくれます。はい、はい、できました。ご飯を炒めます。はい、中華鍋に油大さじ1杯を流し込みます。そして鉄鍋を火にかけます。もうこれ強火です、皆さん、超強火でキンキンにカンカンに鉄鍋を温めてください。はい、おっしゃ、じゃあよっちゃん、はい、もうめちゃめちゃ煙出てますんで、はいはい、ご飯入れてください。そして引き続き強火でご飯を炒めます。おお、すごい。それでは引き続き材料を炒めましょうか。はい、先ほどですね使いました中華鍋、ご飯を取り出しておきまして、そこにサラダ油大さじ1杯を流し込みます。そして鍋を強火で温めます。鍋も油もカンカンに熱しましたので、はい、今から材料炒めます。はい、キャベツ細切り 150g です。人参細切り 50g、 しんなりするまで炒めてください。青ネギを 20g 加えます。卵2個、すでに攪拌済みのものを流し込みます。
スリランカで食べたチャーハンって意外とこのキャベツがいっぱい入ってましたね。そうなんですよね、卵が炒まりましたのでここへご飯を入れます。モルディブフィッシュ削り小さじ2杯です、はい、軽く混ぜてから黒胡椒パウダーを少々加えてください。ああ焦げた。塩小さじ3分の2杯です。はい、ちょっと火を弱めます。はい、焦げたんです、すみません。はい、はい、ここでカシューナッツを入れます。カシューナッツ 30g です。ここにですね、はい、ぬくなむです。これ魚醤です。そうです、はい、まあ、なかったらもちろん醤油でも構いませんが、ぬくまむを大さじ1杯、はい、中華鍋の内側に沿って流し込みます、はい、これで香ばしい香りがつきます。はい、完成です。これにてスリランカ式チャーハンの完成でございます。よっちゃんが本場で食べて感じた味をそのまま再現したチャーハン、ぜひ皆様もお試しください。そして動画をご覧になった皆様は再生画面下のいいねボタンをクリックして、できればコメントも書き込んでくださりますと我々の動画作りの励みになります。そしてチャンネル登録まだの方は登録ボタンクリックもお願いいたします。これにて私バンマてっぺんとよっちゃんのお料理コーナーは終了いたします。皆様最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。スプーンでいただいてみたいと思います。じゃあ行きます。おお、おいしそう。おお、なんとうまっ、うん、あ、これはもう本当に最高の味ですね。うん、うまいな。これはあの2人分です、一応は。そうやな。でも向こうスリランカではね、うん、これ1人前やったもんね、うんうんうん、びっくりしたね、うん、よう食べはんねんな向こうの人。リトルって注文してもリトル3人で食べ